デートをするにはぴったりの場所ですが、こんなに大人数になるとは思っていませんでした。せっかくならみんな一緒の方が楽しいと思いまして、誘っていただいて嬉しいですわ。危うく抜け駆けされてしまうところでした。私もカタリナ様と遠出ができて嬉しいです。本当に連れてきてくださってありがとうございます。あ、ボートがありますね。では2人で乗りましょうか。姉さんに何かあったら大変ですから、僕も一緒に乗りますよ。ダメです、定員オーバーです。カタリナ様、ぜひ私と一緒に。女子同士が一番ですわ。それなら私も乗りたいです。私も。皆さんお忘れのようですが、カタリナは僕の婚約者ですよ。今はそうですね。どういう意味でしょうか。いえいえ。何を揉めているのかしら。さあ、俺にもわからん。そもそもボートとはそんなに楽しいものなのか。ん？ボートの楽しさを知らないなんて、まだまだお子様ですわね、アラン様。何？誰がボートを早く漕げるか競争するんです。腕の力が勝敗を決めますから、私自信がありますわ。それなら俺の方が勝ち目はあると思うぞ。では久しぶりに勝負をしましょうか。挑戦するなら受けて立つ。ボートに乗るのは初めてです。あ、魚がいますよ。なぜこうなるのか。くじ引きで決めたから仕方がないですね。初めてにしては上手だな。そうか、あいつには負けられないからな。お先にやらず。